はい、皆さんこんにちは、一品館の清原です。今回はですね、前回に引き続き、ソウルノートのですね、D1、D2 の比較ということなんですけれども、まあ、前回ちょっと D1、D2 でですね、ディープな話をしすぎたのと、音出し時間がちょっと短かったかなという反省を踏まえですね、今回はあの D1、D2 比較ではなく、D2 自体でね、このようにすれば音がこういうふうに変わるっていう、もっとあの実践的な、ね、内容で、進めていこうかなと思います。今回もソウルノートのエンジニアの加藤秀樹さんゲストにお招きしていますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではね、今回実践的にやるということなんですけど、前回やはりあのここだけをもう少しあの説明したいというようなことを、加藤さんの方からお伺いしてますので、まあ、クロックですね、はい、について前回できるだけ簡潔に。そうですね、はい、はい、前回はあんまりね、あの僕もちょっと暴走したかもしれない、はい、あのクロックがですね、はい、D1 と D2 で全然違うんですね、はい、で D1 の時にはあの普通に水晶をね、あの、はい、それでもいい水晶を乗っけてたんですけど、はいはい、D2 はDDS というね、はい、シンセサイザーというものを使ってですね、さまざまなあの周波数を、うん、あの出す、まあ、発信機みたいなものなんですけど、はいはい、あれの超すごいのを乗っけてます、うん、でこれどれぐらいすごいかというと、うん、今まで普通にオーディオ用として、うん、使われているものの2000倍ぐらいすごいんですね、うん、あのスペックだけで言うと、うん、それはどういうジッタージッターです、ジッターですね、オーバーシュートとか波形、波形歪み、とりあえずその位相ノイズですね、うん、位相ノイズ、まあ、ジッターですね、うん、CN 比ですね、キャリアノイズ比、そうですね、うん、まあ、長くなるんであれなんですけど、うん、とにかくその基本クロックとしての綺麗な波形が出るんですよね、揺れのない波形ですね、綺麗で正確な波形が出せるクロックを積んでると、はい、でそのクロックを出す、うん、IC なんですけどね、うんうん、でこれなぜこれを使ったかという説明なんですけど、これ DDS っていうのはあの、はい、水晶発信子の発信回路の方ですね、発信回路は別にいるんですけど、発信回路は別にいる、うん、別にあるね、うん、あるいは外から10メガのね、別の基準クロックを入れることもできるんですね、うんうん、でそれをベースに、うん、それにこう同調して、うん、さまざまなマスタークロックを作り出すという、いわばそのクロックジェネレーターみたいなものが中に入ってると、水晶発信子が中に入ってないクロックジェネレーターです。要は外部からクロックを入れて、それをさらにきれいにしたり周波数変えたりするっていう、まあそういうことですね、一種の変換器であり発信器みたいな、ね、そうですね、はい、うんうん、で実際に一番そのあのダックチップをですね、うん、一番音のいい状態で使おうと思ったら、うん、真空っていう真空モードっていうので、うん、本当は使いたいんですね、うん、でこれは電話の時できなかったんです、うん、なぜかというと、うん、入ってくる周波数、いろんなものがサンプリング周波数入ってくるんで、うんうんね、うん、それに合わせてマスタークロックのね、うん、周波数を変えないといけないですね、うん、でそれが普通の水晶ではできないと。うん、でただその時は今のようなレーツで使ったような、うん、すごいものがね使えなかったので、うん、D1 は水晶1つですか、2つですね、2つですね、で普通 44.1 キロ系と48キロ系の倍数で動く、それの切り替えですね、うん、でそれをさらにですね、うん、もう24個ぐらい積まないと、うん、いけないっていう話になっちゃうんで、その方式だと、あ、まあ 44.1 と 88.2 を変えるっていう話ですか。それでさまざまなね FS 入ってきますんで、それに全部対応させようと思ったら大変なことになると。大変なことになる。で、うん、その D1 ではできなかったんですけど、うん、それをどうしても D1、D2 では、ね、やりたかった、やりたかった、うん、でなおかつ外から、うん、もっとねすごいクロックを入れられるようにしたいと、うん、そういうのもあって、今回ね D2 で一番大変だった部分はそこです、うん、要はサンプリングレートコンバーターのクロック版ですね、クロックレートコンバーター、ね、そうですね、それを DDS っていうんですね、はいはい、でかなり本当にね軍事レベルのものを今回使って、うん、多分そこのレベルでいうと世界最高レベルだと思います。なるほど、はい、で僕も、まあ、このねD2 を内部の水晶で、はい、使った場合と、はい、外部で、10メガヘルツを入れた場合、これ、はい、ティアクの CG10M を使ったんですけど、はい、これはね CG10M を使うとね、はい、ティアクっぽい音になって、はい、ノーオーバーサンプリングっぽさが消えるんで、はい、僕は
CG10M との組み合わせであれば外部クロック入れない方がお得、はい、それぐらいやっぱり中のクロックいいんですよね。そうなんですね、うん、相当特にですね、うん、その位相ノイズで言いますと、うん、オフセットの小さい 1Hz とか 10Hz とか、うんうんうん、その辺のスペックがすごく音に効くんですね、うんうん、そうですそうです。でそこでだけで見ると、うん、相当いいものを選んで入れております、うんうんうん、ジッターっていう概念もね、はい、結構いい加減でね難しいんですよね、うん、要は基準の取り方で全然変わっちゃうんですね。そう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 、1秒とか平均で取るのか、はい、一瞬で取るのかで全く意味が違うのに、はい、それを全体としてジッターと言ってるとかね、まあ、ちょっとそこはおかしいんですけど、要するに、まあ、44.1kHz のクロックだとすればですよ、はい、1秒間に44,001回のパルスが出るわけですよね、立ち上がるわけですよね、はい、その立ち上がった時がこのスッと立ち上がって、しかも立ち上がったところでザバザバしない綺麗な方形波っていうのかな、そうですね、波っていうかな、綺麗、はい、な方眼紙みたいなものが出る、はい、それが、全ての周波数にわたって専用で DDS で綺麗に出てくるっていうことですね。そうです、はい、うん、まあ、それが今まで、まあ、仮にそれが D1 だとその四角がですね少し崩れてたり角が丸くなってたり角がギザギザしてたっていうことですね。そうですね、それが綺麗なんですね。 D1 はね水晶を使っていたんですけども、うんうん、本来はね水晶の方が性能高いって言われてるんですね、うん、一般的に。そうです、最近だからねエソテリックもルビジウムから水晶に出資買いするって言ってます。あ、そうですね、そうですか。そうなんですけれども、うん、その水晶のレベル以上のね、うん、DDS シンセサイザーが入ってると、うん、D1 は実体、まあ、簡単なね数字で言うと、うん、実体で言うと1ピコセック以下っていうのを歌ってたんですね、うんうんうん、でD2 に入ってるやつは45フェムトセックなんですね、うん、スペックだけで言うと、うん、まあそれが全てじゃないんですけど、うんうん、その数字だけで比べるともう500分の1ぐらいになってると、うんうんうん、それぐらいの性能が入ってるということですね。というクロックもいいと、はい、いうことですね、はい、はい、すいません長々。いえいえいえ、これ大体まあこれ以上突っ込んでいくとさらにもう大学の講義を超える以上難しくなってて、これでまあ技術的な話をやめて実際に音を出していこうというふうに思います、はい、で今回も前回を紹介しましたエアボーンですね、ミュージックコンピューター、これMac みたいなノート型のやつなんですけどね、 MBN-i7、専用外部電源かなり大きいものがついて、24万円税別というものを使ってます。これにHQ プレイヤーというソフトがね、標準でバンドルされてますから入ってますから、このね HQ プレイを使うとですね、この D1 のさまざまな機能が試せると思うんですね、はい、で HQ プレイヤーっていうのはインテルにいた人がですね、インテルを辞めた後インテルの入ってるコンピューターに対して、インテルの CPU を最も高音質に動作できるための動作させるための再生アプリとして作ったものです、はい、でどんどんバージョンが進歩して、うん、でまあ、ルーンと連携できたりとか、今タブレットからコントロールできたりとかかなり良くなってきてるんですけどね。でこの中で、これはですね、まずデジタルフィルター、先ほどからね前回からよく話に出てくるデジタルフィルターなんですけど、これも、使わないっていう設定から、デジタルフィルター全部でざっと20種類ぐらい種類があるので、それを選ぶことができます、はいはい、で次にオーバーサンプリングは対応している DA コンバーターのほぼ最大までいきますから、これであればね16倍までいけると思います、はいはい、なので、使わないで使って4倍にする、はい、使って16倍にするっていうのができます、はい、であと、まあ、ビットもですね、これ8ビットから最大32ビットまで1ビット単位で増やして減らしてまあこれはね減らすの意味がないんで、まあ、16ビットにした場合と26ビットにした場合を、まあ3まあ、16と30にやってみようかな。16と32、はい、でオーバーサンプリングはなし416っていうので、はい、同じ曲を聴いてみましょうかね、はい、ではですね、まずオーバーサンプリングフィルターを使わないで、ちょっと説明省きましたけど、ディザーっていうのも使わないで、ビット数は出力ビット数は16ビット、なので、はい、CD から取り込んだ 44.1kHz16 ビットがそのまんまこの D2 に入ります、はいはい、
おかけする曲なんですけれども、これはあのパイプオルガンですね、はい、ヘルムート・バルヒャさんが演奏するドッカータ&フーガですね、バッハ、この曲を35秒ぐらいでフェードアウトするようにしてますので、まあ、これで聞きで、比較していこうと思います。はい、はい、それではね、FIR、ミニマムフェーズですね、あの非常に短い時間帯で演算するあの FIR 型フィルターというのを使って、はい、これを4倍オーバーサンプリング、はい、176.4 ですね、で聞いてみようと思います。はい、まあ、あのこの D2 はですねノンオーバーサンプリングモードのままで、はい、この、 あの H キープレイヤーの方でね、はい、ノンオーバーサンプリングと、4番オーバーサンプリング FIR ですね、はい、これを切り替えてみました。どうでした？いやー、うん、実は私は、うん、あのオーバーサンプリングしない方が好きですね、うんうん、なるほどなるほど、はい、ではね設定をちょっとね変えますね、はい、何の設定に変えたかを後でお話しするとして、変えた設定で一回聞いていただきましょう。ではね、ちょっと設定を変えてみたのでもう一度ヘルムとバルヒャかけてみようと思います。はい、はい、どうですか？はい、さっきよりはあのいいんですけども、いい、うん、これは多分、うん、あの後ろにエコーが長いやつですかね。違う、いやフィルターを変えてない。フィルターじゃない、うん、設定が違うだけ。ただ、ね、いや、うん、あのなんですけども、うん、やっぱり私は最初の方が好きですね。方がいい。じゃあまたねもうちょっと変えてみましょうか。はい、加藤さん聞かれてどうですか？その前よりは、うん、あの音数といいますかね、うん、あれが増えて、うん、あの多分あの これはいいっていうおっしゃる方はいらっしゃるだろうなとは思うんですけど、うん、私的にはちょっと生々しさの点で言うと、うん、やっぱりちょっと違うんですね。でおそらく今のはあのオーバーサンプリングが増えてる。オーバーサンプリング増えてます。16倍です。16倍ですね、はあ、やっぱり私はしない方が好きなんです、ね、もう一回最初 あの全くしないのに戻しましょうか。はい、はい、すみません。はい、はい、
今のがねストレートな何もしない音で、ね、でこれぞ、うん、ザ・ノスなんですね。なかなか普通はね、うん、体験できない応答だと思うんですね、うん、実際今ほとんどがね、うん、8倍オーバーサンプルにかかってるものなんで、うんうんそれでいくとアップサンプリングっていうのはいい効果がね、うん、出ることはあると思うんですけども、うん、本当のノスになってくると、うん、やっぱりこう今までこう、うん、全然なかったような情報量が出てくる、うんうんうん、エコー感とかですね、うんうんうん、空気感ですね、うんうん、あの辺がもうすごいんですよね、うん、でこれが、まあ、衝撃だったという、うんはい、まあ、個人的にはオーバーサンプリングすると音が細かくなるので、そうですね、うん、すごく整ったと言いますかね、うん、だから、まあ、パイプオルガンって複数のパイプから音が出て、はいはい、出るんですけど、その複数のパイプの一本ずつの音の聞き取りやすさとか、それは分かります。あとはその、パイプとパイプの音の関係から、バルフィアがどのように意図して、うん、鍵盤を押してるかとかっていうのは、そうですね、オーバーサンプリングした方が僕は分かる、分かりやすいかもしれないっていう、まあ、いずれにしろこれは良し悪しの問題ではなくて、ね、前回もお話ししたように、デジタルでもこれだけ音のバリエーションが簡単に作れるようになったと、ね、まあ、これは、HQ プレイヤーっていうソフトあってこそなんですけど ね、 ね、まあ、これは Windows 版の場合は2万円、Mac 版の場合は2万円で、まあ、これは Linux のやつなんですけど、 Linux の、ね、ものっていうのは動作保証がないので、動くか動かないかわからない。ただうちのこのLinux ベースのエアボーのミュージック PC に関しては完全に HQ プレイヤーの方で高いお金を払って、うん、これにきちっと合うようにカスタマイズされてるんで、ソフトが完全に安全に動作もすると、でということなのでね、はい、すごく面白いですね、まあ、ね、僕のね自社製品の宣伝をね盛んにしてますけど、これね僕ね、うん、電源込みで24万円でこれってね、めちゃくちゃ安いと思うんですよ。そうですね、うん、でその使うの難しくないし、うん、まあ、このね性能をこう生かすにはやっぱり D2 のノスが必要ということですね。そう、で、では次はですね楽曲を変えて、そうですね、ビット、うん、今度はHQ プレイヤーでは何もせずに、はい、D2 の設定を FIR にしたり、これは皆さんできますからね、HQ プレイヤーのこの、設定変更っていうのは HQ プレイヤー使ってもらわないとできないんで、はい、まあ、この HQ プレイヤーを使った今のデモンストレーションっていうのは、要はデジタルフィルターとか、まあ、ディザとかこういうところを、あとオーバーサンプリングとかオーバービットとかこういうことを変えることによって音がこんなに変えれるよっていう、はい、デジタルでもこんなに変えれるよっていう説明をしたかったので、はい、すごくよくわかります、ね、はい、これは次は D2 で作れる音、はいはい、で、HQ プレイは何もしない、はい、44.1/16 をそのまま出すだけ、うん、USB で、で、はい、あとは加藤さんの方でこの D2 のモードを切り替えながら説明をしていただこうというふうに思います、はいはい、おかけする楽曲ですけれども、これは、マイケル・アレン・ハリソンという人のね、ザ・トラベラーという曲なんです、はい、まあ、ピアノをベースにですねパーカッションが入ったりさまざまな楽器が入ってきますから、比較視聴には適した音源じゃないかなと思います、はい、ではまずどのモードから聞いていきましょう。D2 のですね、はい、FIR モードの、はい、でリアの端子で1、2切り替えられるんですけど、はい、まず FIR の1のモードで、そうですね、はい、FIR1 というデジタルフィルターを使って、オーバーサンプリングはしてます。オーバーサンプリング8倍オーバーサンプリングで、はい、ファーストロールオフですね、はい、はい、短いやつね、僕も好きなやつ、短い方ですね、短い方、はい、長くするとね変な音がたくさん出てくるんで、ああそうですか、はい、なんか長くすると音がボケません、微音になったりするんですけど ね、 ね、ちょっとサラウンドっぽくなったりする。なるほど、分かりました、はい、では8倍オーバーサンプリングフィルターは FIR1 で、聞いてみましょう。はい、はい、
それではフィルターを、はい、FIR2、 じゃあ次は FIR2 ですね。はい、じゃあ切り替えてみます。はい、1から2に切り替えてましたね。はい、まあ、分離感とかなんか良、ね、くなったように思うんですけど、2の方が、うん、もう D2 には合ってるのかもしれないですね。まあ、実を言いますと、うん、あの FIR1 っていうのは、D1 の時に採用したものなんですね。で、D1 の時は、うん、その FIR1 で特化して作ったので、うん、非常にね、素直な音だったんですが、うんうんうん、D2 はやはりねノスに特化してるんで、そうなってくるとやっぱり1のね、うん、ちょっと残念な部分が出てくるのかなという気がします。で、実は2っていうのは、先ほどお聞きしていただいたやつは、ESS のデフォルトモードなんですね。なので、割とこう ESS の代表的な音っていうふうに言えるかと思います、ね。まあ、ちょっとなんかツヤっとした、そうです、はい、響きの多いめの、そうですね、パッと聞きはねすごくね確かに、いいんですよね。で、ただ、はい、うん、はい、次はねちょっといよいよノスにね、してみようかと。ノスにします、はい、あと何、あとこうロックレンジとかって変えたら変わるんですかね。なるほど。あとはオーバーサンプリングフィルターのあるなし、あ、違うローパスフィルターのモードとか。そうですね、それは、ノスで固定してやりたい。わかりました。で、真空なんですけど、FIR はもう真空固定してます、でロックレンジのスイッチあるんですけど、これは同軸でね、SPDIF を入れた時にはロックレンジ効くんですけど、 USB は関係ない。 USB はもう真空固定にしました。どうしても固定で聞いていただきたいし、そのために DDS をね乗っけたんで、なるほど、ということもありまして。わかりました。では次はNOS、はい、NOS にしたいと思います、はい。サンプリングの数ですね、はいはい、やっぱりなんかこう晴れやかっていうかね、明るいっていうか、そうですね、もやもや感が一切なくて、パッと晴れて、でかといって別にうるさい角が立ってるわけではないんですね。ないですね。なのにすごくこう晴れやかになるという、でそのピアノのタッチの、その抑揚とかもねすごく出ると思うんですよ。色彩がね、楽器の音色の変化が大きいですね、はいはい、そうなんですね、でやっぱ楽器の音がそっくりさんから本物になったみたいな違いを感じます、私。色が鮮やかですよね、はい、じゃあ次は、じゃあ次はですね、ローパスフィルターというのが切り替えられるんですね、実はデジタル機器中、普通はですね、必ずアナログのローパスフィルターが入るっていうのがもう常識になったんですね。ローパスフィルターというよりハイカットフィルターって言った方が多分分かりやすいですね。一般の人には分かりやすい、はい、広域のノイズをね、ねカット、実際 角のところ丸めるやつ、ね、そうですね、でその方が、測定値も良くなるし、どうせ聞こえないね、人の耳には聞こえないところをカットするんだから、まあ関係ないだろうと、という体系ですね、で今回ローパスフィルターのスイッチは、実はこれ100キロのフィルターなんですね、100キロヘルツなんて普通は聞こえないんですけど、これを入れるか切るかで音が
まずこの変わるっていうところをね、うんうん、ちょっとあの聞いていただきたいなと。ローパスフィールド形式は、あの2次フィルター、そうです、うん、で2次ですね、うん、あのオクターブあたり、うん、あの 12dB というね、うん、はい、それであの100キロでマイナー 8dB 落ちます。なるほど、そのフィルターを入れます。はい、そのハイカットフィルター、はい、ローパスフィルターね、入れてみた。そうですね、ハイカット、うん、100kHz 以上カットしたんですね。ですね。でもやっぱりなんかあの上の方がちょっとなんか角が丸くなったっていうか、はい、ピアノとパーカッションの音のね、そうなんですね、あの分離も悪くなるし、はい、パーカッションの入りがパンって乾いた音がしてたのがなんかパワーンっていう、うん、なんかちょっと湿っぽい。そうなんですね、うん、まあ、なんかやっぱり影響ありますね。そうなんです、うん、これがね、あの、うん、もう一回じゃあ、うん、あのオフでもう一回鳴らしてみます。まあ、一般的にはあのアタックの部分がやっぱり全然変わりますね。そうなんですね、うん、これがあの不思議といえば不思議なんですけれども、うん、これあの私が最近思うのは、うん、あの 20kHz 以上って制限波だと聞こえないんですよね、誰でも、だけど、うん、その 20kHz を、うん、まあ、100kHz ですけど、これは、うん、フィルターを入れた時には、うん、その立ち上がりがあの速度制限されて、立ち上がりが鈍るわけですね、でそうするとその立ち上がりのスピードは、あの人の耳はちゃんと感じるんじゃないかっていう気がするんですね、なのであの周波数だけで考えると、あのこう不思議なね、うん、現象なんですけども、その立ち上がりの、ね、スピードに特化してみれば、うんうん、これはあの感じ方が変わるのは当然かなと思います、ね、そうですね、まあ、あのそれをですねスピーカー側で考えて作った製品があって、マンガーっていうユニットご存知ですかね、はい、マンガーがそうなんです。あとはあの、まあ、僭越ながら私が発明したハードツイター、これもそうなんですけど、ハードツイターっていうのはカーボンのパネルをあのピストンモーションじゃなくてランダムにシンバルのように振動させるんです。そうすると非常にあの立ち上がりが高速なんですよ。で普通ツイーターっていうのは面積のある薄い膜を前後に動かすので、はい、あの空気に、ま、押し負けてですね、やっぱり膜がいくら硬いとはいえ膜なので、あの空気を急激に圧縮できない。でこれをカーボンのパネルを使うことによって、それを高速にランダムで振動させると空気を急速に圧縮できる。いや要するに角が立つんですよ、はいはい、もうねこれはあのハードツイーターつけるとないとではもう世界が全く違う。なるほど、あのこのノーバーサンプリングフィルターのあるなしと同じような変化、うん、なるほど、あるいはそれ以上の大きな変化が、はい、ハードツイーターを普通のスピーカーに付け足すことによってもたらされるんですけど、能率的にはね70数デシしかないんです。だから F 特には S は影響を与えない、はいはい、でスピーカーの音色も変わらない。でもねこ の, あのノンバーオーバーサノンオーバーサンプリングと同じ効果がある。やはりこれはねずっと僕も研究したんですけど、人間ってねあの連続した2つの音が100分の1秒以下になると聞こえないんです、うん、2つとは認識できない、うん、でも2語って聞こえるの、うん、でそれで言うとね100分の1秒あたりぐらいの2連続音があ の, の聞き分けを持ってるっていう言われてるんですよ。だからやはりそのフィルターをね、はい、使うことによってそこの立ち上がりの部分があの加藤さんがおっしゃるように制御されたことによって、
音が嘘っぽくなるんですよね、うん、濁ってしまうということですね。ここはね従来 の, あの制限波ベースで考えられたオーディオ理論の一番大きな過ち、はい、はっきり言うけど、はい、間違ってます。私もあのそう思います、うん、だからあのそういう制限波ベースであのフーリエ変換とか、はい、そういうあの部分でシャノンの定理とか考えていくと、はい、あのノンオーバーサンプリングとかサンプリングフィルターを取るっていうのはもうありえない、ありえないですね、絶対やっちゃいけないことなんですけど、はいはい、実際にやってみると人間にはそっちの方が良かったっていう、そういうことですね、はい、これでもね僕素晴らしいことだと思いますね、それをやってくるっていうのがかなり勇気いりますね、勇気いります。これはね 全理論全メーカーはある意味に喧嘩売るっていう、ね、まあまあ喧嘩にはならないけどね、あの喧嘩しちゃいけないので、はい、排他的になっちゃいけないので、まあ、こういうのもありというね、はい、みんなは認めてくれればいいんですけど、大変なことだと思いますね、はいはい、では、次にどんなことやりましょう。まだ DSD 聞いてないんで、DSD も聞いてもいいと思うんですけどね。そうですね、 DSD、うん、実はですね、うん、ちょっとあのどこにも書いてないことなんですけども、うん、あの DSD ってノスにはならないんですね。あ、それは一応あの、うん、カタログにも書いてますけど、うん、で普段あの皆さんね、うん、あのもうノスの方がいいよっていうことで、うんうんうん、なんでこんなスイッチつけたのってねよく言われるんですけど、うん、もうノスでいいよって話になるんですけども、まあ、BCM とねあの DSD はもう全く違うものですから、そうそう信号としてなのそうなんですね、はい、で一応ノスのモードでも DSD はかかるんですけども、その時はDSD の最高スペックにはならないんですね、うん、あの真空モードにならないんですね、うん、DSD の時はまあ、うん、本当にね最高の音で DSD を、うん、あのお聞きになる場合は一、うん、回ちょっと面倒なんですけど、うん、FIR モードにして、うん、でシンクそうするともう自動的に真空になりますので、うん、それでね聞いていただきたいなと思います、うんうんうん、でせっかくなんでね、うん、DSD で、うん、そのノスのモードの DSD と真空にした時 の、 あの FIR モードでね、うんうん、あのした時の DSD の音をちょっと比べたいなと思います。ね、これもあの HQ プレイヤーなんですけど、はい、PCM のデータをリアルタイムで DSD に変換できる、はいはい、これでちょっとやるんですよね。だから今 の、 あのザ・トラベラー、これをあの DSD 変換してね、入れてみましょうかね、はいはい、エアボーンのですねミュージックコンピューターですね MBN-i7、はい、これを使ってですね CD から取り込んだ 44.1kHz16bit の PCM データをリアルタイムで 11.2MHz まで上げて DSD に変換して、はいはい、このザ・トラベラーですね、はい、これを聞いてみようと思います、はい、最初はじゃあ NOS の ね、はい、そうですね、あのモードのままで DSD を、はい、これちょっと DSD のノスモードって、はい、もうちょっとだけ僕も理解できない、後でちょっと説明してください、はいはいはい、ではあのまずかけていきましょう。ザ・トラベラー CD のデータをですね、はい、DSD11.2 メガまでアップコンバートして変換して聞いてみました、はいはい、今あの NOS のね、モードになってます、えー、で実際には NOS にはならないんですけど、それでも一応、ちゃんとかかるようにはなってます。ただ本当を言うと、はいはい、あのこれは真空の、ね、モードにして聞いていただきたいということで、うん、今からちょっと真空にしたいと思います、はいはい、thank you.
はい、このような違いがあります、はい、で、あの本来のね、うん、あの DSD の、 あの滑らかさといいますかね、うんうん、あのクオリティの高さはこちらの方が、うんうん、まあ、出るんですけれども、うん、まあ、ノスのモードの方がね、うん、もしかしたらなんか熱い感じしますね。そうなんですよね、うん、ちょっとあのちょっと荒いとも言えるんですけど、うんうん、逆に言うとね、その、うん、DSD のね、音が熱い、暖かいというか温度感が高い感じ。なるほど、うん、そういう、ミュージシャンがやる気があるっていうか、あ、そうなんですね、情熱的っていうか、そういう感じしましたけどね、はい、そういう、まあ、違いもね、あのお楽しみいただけるというところで。これ動作的にはどういうふうに変わってるんですか。あの本来で言うとですね、うん、今のシンクっていうモードは、うん、中 の、 その ESS のチップの中 の、うん、あのちょっとまああれな話なんですけど、うんうん、あの PLL を使ってないんですね、うんうん、あの完全に同期してるんですね、うん、で一方 NOS の時で DSD が来た時は、うん、あのアーシンクロナスモードっていいますね、うん、あの非同期、あの同期が完全には取れてない状態になってるんですね、うん、でこの違いがあるんで、うん、まあ微妙な違いだとは思いますけども、うんうん、あの、まあ、微妙じゃないですね、音はだいぶ違うんですね、うんうん、で、まあ、本来は真空でね、うん、あの聞いていただくのが、うん、まあ、あの本来の DSD の音かなという気がしますけども、はい、本当にでもデジタルもいろいろできるようになりましたね。これ数年、ここ数年ですね。そうですね、うん、あのやっぱり全体に底上げがされて、あの、うん、そういう違いがちゃんと出るようになったということかなと思います。特にこの ESS のチップの登場って大きいですよ ね、 あ、そうですね。これはあの割とあのユーザビリティというか、あの使う人が中を、はい、あの動作ポイントを結構変えれますよね、はい、ESS はすっごいあるんですね、いろんなパラメーターが、ね、で今まではそれがあんまり変えれなかったですもんね。そうですね、うん、ただ良し悪しで、うんうん、あのあんまりね、あのハイファイ用途じゃないあのもの、うんうん、機能もいっぱいありますんで、うんうん、そういうところはね、おそらく全部こうそ、うん、ぎ落とした方が、うん、あの音のね純度は上がっていくんだろうなという気はしてます。それでもできるんでしょ。あのもうほとんどあの D1 もそうですけど、うん、D2 もほとんどの機能を殺してます、うん、ね、はい、うん、なのであの、まあ、ディスクリートダックのねお話もありましたけど、うんうんうん、もうディスクリートダックに近い本当にあの最後のところしか使ってない、うんうんうん、で D2 に至ってはデジタルフィルターさえ使わないというね、うんうん、ほとんど何も使ってない状態です。なんか時代が逆行してますね。そうなんですよ、そのソウルノートって、うん、まあ、無機感もそうですよね。あの無機感って言ったらもう、うん、何年前に遡るっていう話で、だから無機関の回路の歪みを減らすために機関回路が発明されて、はい、でそれはあの信号、まあ、通信とかね、うん、そういうところでいけばものすごい進歩で、うん、あのもう当たり前のようにね。そうだからあの安くて、うん、あのチープなパーツで、はい、そこそこ歪みを減らせるっていう。そうですね、ね、で機関かけたことによってね、はい、うん、でまた逆にあのデジタルフィルターを使うことによって、はい、アナログ回路の負担を減らすことができたで、ね、ということでここ数十年進歩続けてきた、はい、でも結局逆に言うとあの吹き管回路を使い、そしてノンオーバーサンプリングにするっていうことはアナログ回路の設計がこれものすごく難しくなって、はい、パーツも選ばないといけないですよ ね、 そうですね、はい、例えばこれであればあのこのこの天板がカンカンですけど、これもやっぱりそ の、 あの音作りの一環なんです、ね、これがものすごく大きいんですね、うん、実は、うん、でかなり社内的にも問題になりました、うん、あの高級なね、あの部類の、うん、セットがですね、うん、こうちょっと置いただけでガシャンって言うと、普通はもうクレームものですね、うん、でこれを、うん、だけど、うん、これをなぜ採用したかっていうのは、うん、もう音しかないんですね、うんうんうん、であの実はですね、うん、蓋っていうのはあの本当にない方が音が良いんですね、うん、でこれを蓋を閉めてこう、うん、固定した途端音がやっぱこう頭打ちになるというか、うん、あの圧縮されたような音になってしまう、うんうんうん、これはもうあの、まあ、私だけじゃなくてね皆さん体験されてることじゃないかなと思うんですけど、うんうん、これがなんでそういうことになるかはちょっとさておき、うん、その蓋を取った状態で本当は売りたいぐらいで、うん、この音をねどうしてもお届けしたいというところで、うん、じゃあ蓋を取った状態になんとか近づけないかということで、うん、
試行錯誤してできたのがこの状態なんですね、うん、いやそれの効果もちょっと聞いてた ありがとうございます。ぜひちょっと、そうですね、まだあの即曲はですね、リザ・フェルストマンさんのですね、バッハバイオリンソナタですね、これを使って、ノンオーバーサンプリングモードですね。で、このコンピューター側は何もしないということで、はい、乗せて鳴らして撮ります。そうですね、まずその今ね、うん、こう、うん、じゃんじゃん鳴くところに、ってるこれ止めましょうか、少しこうこれ置きましょう、あの、はい、iPad これそっち側に置いていただいて、これも真ん中にバンと置けば止まらないですか。ここがね、ここ、はい、はい、いいですね。そうするとそうですね、少しこう、ね、あ、そうですね、うん、はい、はい、ではあのリザ・フェルストマンさんのバッハバイオリンソナタですね、これを聞いてみようと思います。ではこれ、はい、もう重し抜けてこのあの、はい、鳴く状態ですね、はい、はい、聞いてみましょう、はい、ちょっと全然違いますね。これ衝撃ですよね。音の大きさも違うし、そうですね、まあ、ホールでいうと一番いい席で聴いてたのとなんか後ろの方で聴いてるのぐらい違うので、はいはい、この違いをね、うん、あのただやっぱりこうこの状態だと天板がねバンバン鳴くので、うん、これはあの不対音がね乗ってよく聞こえてるだけだよってよく言われるんですよ、うんうんうん、だけど、うん、これは蓋を取った状態と近いんですね、うんうん、まあ、今日ちょっと取れないですけど、うんうん、取った状態に近い音がこれで出ると、うんうん、ということは不対音じゃないっていうことが、うん、まあ一応ね説明できると思うんですよ、うん、じゃあなんでねその乗っけたら音がね、うん、あんな風になるのかっていうのが、うん、これはあの私の最新の理論なんですけど、うんうん、あの先ほどね、うん、あの近い音が2つ鳴るとにじむっていうお話をされたと思うんですけど、多分ねそれに近いことが起こってるんだと思うんですよ、うんうんうん、まあ、ではい、はい、すみません、はい、どうしたって振動があるとね、まあ、音が乗ってしまうんですけど、じゃあ振動を抑えれば完璧に抑えればいいに決まってるんですけど、どうしたって完璧には抑えられないんで、かえって遅い音が乗ってしまうんですね、あの重しとかあると、で速い音が乗る分には、おそらく耳は気づかないんですね、あの影響悪影響がなくて、で重くなったりあとはそのゴムとかでね、ダンプされてしまうと、そのとダンプした特性が、ね、ダンプした特性がね後でくるんですよ。そうなんです、ね、ゴムだったらゴムの分遅れて音が乗ってくるんで、そうなんです、そう、はい、だからねゴム臭くなる。そうなんです、うん、あの全くその通りでね、うん、でこれでいうと重しを乗っけるとどうしたって、うん、あの動きが遅くなるんですね、うんうん、あの早く動けないんでね、でどうしても遅い音が乗るから、耳には曇って聞こえると。そうなんですね、そういうことだかなと思って。いや、あのまさしくそうだと思いますね。 あとはまああの逆にその僕はその例えば真空管なんかを考えた場合には、はい、真空管はあの結構エコーを生じるんでね、はい、あの真空管から生じた響きがプラスの方向にも作用することがあるんじゃないかな、はい、そう思います、ね、あの例えば、はい、あのこれも僕よく話すことですけど、ギターっていうのはゲージは同じでも胴の部分が変わるだけで、バイオリンもそうですけど、はい、全然音が変わりますよね、はいはい、ということは
あのオーディオ機器、信号が弦だとして、オーディオ機器がドだとすると、オーディオ機器が上手に響いてあげることによってもともとの信号が微音化されるっていうこともあっていいと思うんですよ、うん、そうですね、うん、ただあんまりねそれ言っちゃうと音をじゃあ、 あの演出してるのかっていう話になっちゃうんですけど、まあこれはでもね皆さんそうおっしゃいますけど、うん、じゃあマイクが取った時のね、コン変調はどうなのって、スピーカーがあのから音です、うん、あの出てくる時の例えば高音子の歪みによる高変調はどうなのって、うん、これって数パーセントどころか場合によっては数十パーセントぐらいの高変調になりますからね。だからそれだけデタラメな音がいっぱい出てるオーディオの中で、うん、その 0.1% とかね、うん、っていうところをあのばっかりつついて確かにねそこでも変わるんですけどそこばっかりつついてどうすんのって僕すごい思うんですよ。それはね本当その通りですよね、うんだから、まあ、あの非常に歪みの多いスピーカーなんかね、出たキャビネットも鳴きますし、はい、デタラメなものの中で響きがいっぱいあるのに、うん、そのもっとわずかな響きのところでどうこうっていうのはね、はい、ちょっとやっぱ机上の空論かなって。だから全般出てき、ね、見て、うん、出てきた音が良ければ結果オーライであればもうオーディオは僕それでいいんじゃないかなと思うんですけどね。そう思います、うん、ただねやっぱりね、うん、そこに何らかの説明がないとただのなんかオカルトみたいになっちゃって、それがね、うん、嫌なんですよね私。あだからそれは、ね、もう技術者の皆さんそうですよね、だからまあ何らかのねそこに、うんまあ、証明はできないにしてもね、うん、ちょっと説明ができるぐらいな、うん、あのそれは僕も必要だと思います、はい、だからエアボーでね一番ね厄介なのがね、はい、石、あ石のアクセサリーが3種類出してて、あその、 あの石を機械に乗せるだけで音がものすごく良くなるんですけど、これも説明できない。そうですね。いろいろ考えた結果やっぱりあの鉱石っていうのはあの電磁波を与えるとあの当てると光ったりしますよね。だからあの、ね、その電磁波の種類が変換するんですよ。で例えばそういうものを置くことによって例えばトランスから出てる電磁波が違うものになるとか、まあ、それが消えるとか、なんかそういうような部分もあって、あながちオカルトじゃないと思う。ただ何か起こってるんですけど、それを僕たちは科学的に説明できなかったり、あるいはあの僕たちの科学ではまだわからない世界の領域で何か説明できることがあるのかなと思ってます。多分その制限波とかねその周波数で考えてると絶対わからないことだと思うんですよね。そうそうそう。もっと考えないといけないのは聞いてるのが人間なのでね、人間には感覚があるので、はい、機械には感覚がないから、その部分に作用してくるから、例えば人の顔を見て話すときと電話だけで話すときでは全然イメージ違いますよね、はい、だから聴覚だけじゃなくて視覚情報もその皮膚で感じるのも全て含めて僕たちの感覚なので、うん、やっぱり感覚がある世界の人間と感覚がない世界の機械で作り上げた理論を、イコールで考えるのもちょっと難しいかなと思う。そうですね、まあ、それだけ人間がすごいってことですね。人間がすごい、うん、僕もそう、はい、だから結局オーディオを突き詰めていくと人間の研究になっていきますよね。そうですね、人間の感覚の研究。そんな気がします、うん、僕もそう。だからこそこうオーディオって奥が深いしすごい面白いなと思うんですよね、はい。先週からね、はい、2時間にわたって、加藤さん招きして、はい、ソウルノート DA コンバーターの D1 と D2 ですね、はい、D129万円、D260万円、はい、これ仕上げは両方ともブラックとシルバーがあるんですかね。はい、両方あります、はいはい、各2色ずつがあるということで、はい、まあ、あの簡単に、スペックだけ D1 から復唱していければ入力は何がありますか。デジタル入力 D1、USB が1、はい、コアキシャルが、2、はい、光、光はないんです。で、はい、AES-EBU が1と、はい、1、これがあの D1 ですね、はい、D1 はその4つです、はい、出力は、出力はXLR キャノンですね、キャノンのバランスとアンバランス、あの RCA のアンバランスと、あ、ごめんなさい、はい、で音量コントロールはなし、なしです、なし、はい、D2 の方は、D2 は入力がですね、うん、USB が1、はい、コアキシャルが2、はい、あと AES-EBU も2系統、これが1個ですね、はいはい、で全部で5と、はい、あそこにねエクスターナルっていうのが実は控えてるんですけど、うんうんうん、これはあの今後のね、うん、あの将来の楽しみということになります。なるほど、はい、入力のそうですね、ここに一応オプションボードみたいなのがついて、はい、フロントパネルはね変えられないので、うんうんうん、これ準備しておかないと後でね増やせないんで、なるほど、はい、それとあとは
昨日で言いますね、出力は一緒ですね、はい、あのバランスとアンバランス各1系と、はいはい、で機能もあの、D2 の機能にインバートっていう機能がありますね、フロントにね、これはあの、まあ、たまにあの逆走で刻まれてる CD とかがありますので、あの変えていただけると、うんうんうん、あのかなりね雰囲気変わります、うんうんうん、あとローパスフィルター、さあの先ほどね実験したローパスフィルター、あとあの FIR の、 あのデジタルフィルターと2段階切り替えと、はい、ノーオーバーサンプリング、それとノーオーバーサンプリングの切り替えと、はい、であとこれはあのあっちの同軸の時に使えるんですけど、ロックレンジの切り替え、うん、はい、これは電話の時4種類あったんですけど、はい、今回は1の2だけになってます。で4つも、まあ、いらないかなっていう気もしてて、はい、あの1が一番狭い、なるほど、ロックレンジ一番狭いのと、うん、あと2が標準ですね、うん、あの昔 D1 で言うと3に当たります、うん、この2つをあのつけてます。あとシンクっていうのが、うん、先ほどのね、うん、USB の時には、うん、あのシンクになります。でこれが一番音がいいモードですね、はい。まあ、今回でもいろんな実験やったんですけどあの天板に、はい、あれはびっくりですね、あれが一番変わったっていうのがね、はい、でもそういう、うん、あの気候的なところで変わる音 の、 あの大きさってものすごいですよね、うん、だからまあそのノンバーノンオーバーね、NOS ノンバーサンプリングフィルターを含め、この、 あの天板の、 あの、はい、このナイテルのそのままにしてて、やっぱりこれはもう今他社にはないこだわりですよね。そうですね、うん、ちょっとやっぱその情熱こだわり、はい、それはやっぱりあのソウルノートのね、ソウルっていう名前にねふさわしいかなと、ありがとうございますね。でかといって海外製品のように何百万もしないっていうのは、はい、僕は非常にあのこの D2 はいいかなというふうに思ってます。ありがとうございます、はい、ではあの、時間の最後までですね、ニューヨークステートオブマインドのねライブ、はい、これを聞いて、今回はお別れとなります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Folks like to get away, they take a holiday from the neighborhood, have a flight to Miami Beach or to Hollywood. I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Stars and the fancy cars and limousines. I've been high in the Rockies under the evergreens, but I know what I'm needing. I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times today. Down.
is fine with me, call my bloody slime. I don't care if it's Chinatown or on Riverside. I don't have any reasons, I left them all behind. Such where the rhythm and blues, but now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News, yeah, yeah, yeah. And it comes down. And it's fine with me, cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown or on Riverside. I don't have any reasons, I left them all behind. I'm in New York state of mind. Hudson River line. Cause I'm in a New York.